末松海一郎末松海一郎は日本の内務官僚、政治家、教育者、幹線県知事、衆議院議員、別府市長、小倉範囲、末松玄道の三男として生まれる。1898年、第5高等学校大学余科第一部を卒業。1902年7月、東京帝国大学法科大学法律学科を卒業。 1901年11月、文官高等試験に合格。内務属となり、内務省地方局勤務となる。1903年12月、静岡県参事官に就任し、同県事務官、第二部長、福岡県事務官、第三部長、同、第二部長、内務省機関、新国政府併用、山梨県事務官、警察部長、法制局参事官などを歴任。 1915年3月、徳島県知事に就任。1917年9月、台湾総督府に転じ、財務局長となり、さらに内務局長を務め、1922年11月まで在任。1923年10月、滋賀県知事に就任し、茨城県知事、広島県知事を歴任。1927年11月に退官した。 1928年2月、第16回衆議院議員総選挙で、福岡県第4区に立憲民政党から出馬し当選。第17回総選挙で再選されたが、1932年2月の第18回総選挙で落選。その後、第18回総選挙補欠選挙で返り咲き、1937年4月の第20回総選挙まで連続して当選し、 通産後期務めた。第二次、若月内閣では、1931年4月から、同年12月まで鉄道政務次官を務めた。その後、1942年10月から1946年10月まで、大分県別府市の市長を務めた。その他、弁護士、明治大学、拓殖大学の各講師、法典法政学童教授、 九州市海学専門学校理事長などを務めた1947年6月26日死去去去年72ありがとうございます。